あ、ここでアロマの匂い嗅ぎながら涼むんかな、出た後で。これはバスタオルを巻いてということでいいのかな。まあね、すっぱだから寝転がられても困るか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見え、こんな眠りにつこうかな。眠ります。はい、琥珀島に到着。琥珀島はね、なんか全体的にすごいピンクピンクした感じの可愛い島。さあ、目を開けてくださいな。ってことでね、私もちょっとピンクっぽい感じの格好でやってきた。ちょっと下スカートが派手になったけど。あなたは今、琥珀という島に夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、都の琥珀島をご堪能くださいます。いや、なんかピンクに合うように白とかで来ようかなって思ったけど、ちょっと私もピンクになってみた。あ、これは琥珀島の景ってことやんね。なるほど。一応ここはこの世の果てに浮かぶ桃源郷ということで、入り口のアーチというのは、あー、めっちゃいいね。あ、一応あれか、飛行場がここやけん、 Welcome to 琥珀。めっちゃいいね。綺麗やね。で、入り口のアーチを潜ると、すべてが桃色に包まれた世界が、あなたを癒しの時に誘います。あれは誰だい？ロボ？文次郎？なんか似たような感じなかったっけ？ロボだ。ん？見ねえ顔だがおめえ客人だな。ま、ゆっくりしてってくれ、のな。のな。で、優しい南風に包まれて美しい自然を感じながらゆっくりお過ごしください。ってことで、まあ、リゾートって感じ。ようこそ、オッツーさん。どうも。一応、ピンクボタニカルリゾートってことで。ね、ボタニカルってどういう意味？なんかよくわからんけど、なんか化粧品系とか、スキンケア系とか、なんかケア系のものに多いよね。多分、いいものなんだろう。っていう風には思っとる。なんかこれは、露店で売られよるかのような、感じに。あ、ここは一応なんかリゾート地の、なんて言うんやろ、外の商店っていうことなんかな？ね。いい感じで。ピンクだわ。そう、部屋の中だけでもね、ピンクピンクしてったらめちゃくちゃ可愛いなってみんなの見ながら思いよんやけど。あ、ここもあるやん。Welcome to 琥珀。これあれやね。あの飛行機で飛んできよるときにさ、ブワーって見えたらすごい綺麗な感じの。周りも貝殻で囲ったりして。いいな。私、砂浜に落書き系とかの前レザをしてみたいなって思うだけ思っとる。こういうとこって思うけど、飛び跳ねてきた方がいいんか、普通に陸続きで来た方がいいんか、めっちゃ迷うんよね。そしてここが海辺のレストランって感じかな。この上と繋がっとんかな。一応上でもね、え、この場所で調理するの？これ、その場で調理してくれる感じ、おしゃれい。おいし、あ、これは一応ここから、まあ、上がっていって、これ一瞬なんで楽譜って思ったけど、あれか。まあ、確かにあの、飲食店とかで、なんて言うんやろ。人が待つの多い時とかにこういうの書いたりするよね。何名、なんとか様、みたいな感じの。で、こっちが海辺の席って感じか。え、こんなところでも食べれる、すごいよ。え、すごくない？ね、超おしゃれ。うわー、いいっすね。で、すべての色をやっぱピンク系にしとるっていうのもすごいな。そう、さっき言ったけど。あの、部屋の中だけでもね、ピンクで統一するのめっちゃ可愛いのに。島全体をピンク系にしとるとか、もう私のためにあるような島やん。で、ここがまああの、釣り。漁師さんが多分ここでね。ここでなんか色々と作りつつ、あれよ、仕掛けとかを。釣り用の仕掛けをきっとね、作りよんよ。私めっちゃ外側から行きよらん。そしてそう、バスケットゴール、バスケットゴールね、私自分の島ではめっちゃ適当な感じでアイダホの家の横に置いてあるんやけど、そういえばバスケットボールがないな私。バスケは苦手です。いつも私体育館の端から端まで走り寄るだけで全然ボールを取ることもないという。渡されても困るしね。いや困るなって感じやけど。これ何の花？白い百合。
へえ、ユリの花ってちぎったらこんな感じになるん。ちぎるって言い方ちょっと違うかもしれんけど。そしておしゃれな空間。え、なに？ダイヤモンド。お、これはもしかして。なるほど。ここでプロポーズを受けてこっちで。もうすでに結婚式が行われるという。結婚式かな？え、きっとそうだと思うんだけど。なんとなく。ほら、それっぽい音楽も。あ、こっちやん、結婚式。こっちはあれか、披露宴。あれや、ここで、もうここでプロポーズを受けて、結婚してくださいっていう。そこからの、こっちへ来て、もうその場で、プロポーズ受けてもうその場で、え、ここめっちゃいいやん。で、ここで入場していくんやね。うわー、いいね。鏡は真実を映すというし、真実の愛を誓う教会にはめちゃくちゃぴったりなんではないだろうか。あ、すごっ。見て、周りめっちゃ壁で囲まれてる。これシンプルなパネルやろ、全部。うわ、それで全部壁とステンドグラスを表現してるってこと？やば。超かっこいい。ね。へぇー。そう、みんな、あのシンプルな壁を使って、めちゃくちゃ幅が広がっとるやん。この、ね。あの島とか。しかし、マイレザが作れない私には、うん、意味がないのです。お、サメおるよ、サメ。サメサメ。そして、お、100%! かわいいね。やっほー。めっちゃなんか、見づらい角度。見かけない顔だけど、その島から遊びに来てくれた人かな。楽しんでてね、みかん。みかん。そのまんま。100% って私男の子かと思ったけど、女の子か。そうか。ワンピース着とるしね。あ、びっくりした。すごい。上に橋がかかっとるって思ったけど、橋じゃない。橋みたいに見せる感じ。そう、これもね、なんかめっちゃ、アップデートできてほしいってみんな言うよね。こう、空中を橋で繋げる感じでやりたいっていうのは。あ、どうも、リアーノさん。やっぱリゾートといえばリアーノさんよね。おや、あんた、初めて見る顔だね。こんなとこで会うなんて、もしかするとうちらの間には特別な縁があるのかもね。すん。すんとしないで。なんかちょっと寂しいからすんとしないで。これさっきと別？いや、一緒のところか。さっきと同じ外国風の商店っすね。あ、なんかこの、いいね。なんか三つの橋が交わる場所。すごいいい。綺麗。こういう場所が映えるんだろうな。そしてなんかこの、なんていうんやろ。なんか不思議な感じやね。日本っぽいっていう感じでもないけど、でもちゃんとなんか、うん。和テイストが、和テイストと洋テイストが混ざっとる感じなんかな。なんか不思議な感じするよね。え、でもなんか、この家が和風じゃないけんなんかな。和風なのか？わらぶき。和風といえば和風な気はする。でもなんか、ヤシの木があるけんか？そこに。なんか和風の家具しか置いてないような感じやのに何か用を感じる。いや、これか。このベッドか。そういうことかもしれない。だって上にもちゃんと。ほら、五重の塔。私、こないだ五重の塔ゲットしたんやけど、やっと。いやー、置く場所に困って全然設置できてないっていうね。あ、ボールってベンチの上に置けるんやね。なるほど。あ、お母さんのお使いできたんかな。私もピンクの三輪車欲しいって思うようやけどね、青とかしかないんよね。く。あ、すごい。ほら。飾る服もさ、全部ちゃんと系統が統一されてる。これ前デザ？ではないよね、多分。え？そうなんかな？白とピンク。青。白ピンク青やん、全部。ね。ちょ、待って、これは？はしごだ、はしご。ってことは、はしご。うすごい。なるほど。この島ではピンクのもの以外は持ってはいけないのだろうか。流行なのか。ピンク好きの人がこの島にやってくるけん、まあ、あれか、必然的な感じか。ててててててて。ほら。飲むプロテインの味までイチゴやん。イチゴー。なるほどね。もう徹底されてるわけやね。徹底されてるのかどうかちょっとよくわからなくなってきたけど。茶色かったわ。いやでもピンクの割合が高い。で、そして、ポンポンと。なんかところどころにね、フラミンゴがおるのもいい感じよね。
お、なんかここの景色めっちゃ秘境って感じせん？超秘境な感じするよね。なんかところどころにいろいろの石像が置かれていて、石像というんかな。まあ、でもシーサーの石像やろ。うんうん。奥の方には化石が見えるけど、あの辺に博物館があるということかな。よいしょ。それじゃあちょっと下に降りまして、なんかね、こういう感じの濃いピンクの自転車に乗っとる男子とかを、私男友達におるんやけどさ、でもなんか小さいうちってあれやけど、ある程度大きくなってきたら、ピンク好きでもなんかなんとも思わんくなるよね。特にああいう濃いピンクやと。お、え、すごい、これ焚き火の下に、いろりみたいな感じなんかな。違う？違う？焚き火を囲って、クッションに座る。そしてそっちではココナッツを楽しめるのね。ウクレレ床敷きスタイルすごい好きなんやけど、私。わかる？あー、私こういう感じにしたかったんよ。あの、家の前にやつ何気にね、ポンポンポンってなんかマイレザの、マイレザじゃないわ。マイレザじゃない。もともとあるデザインのやつ。あの、なんか砂みたいなやつ、シートんやけど、私はこういう感じにしたいの。わかるかしら。これ多分人の家よね。見えねえ。お邪魔しまーす。多分そうだと思う。看板ないし。はい、来たー。はい、ここはご観光に来られるお客様のための宿泊施設。リゾート宿泊施設。よき。ここが受付なんやね。すごい重厚な感じ。気軽には入れんっていう感じがすごくする。お？なぜあんなところに。あれはトマトピューレなのか？多分そんな感じ。あ、すごい！琥珀糖のオリジナルマグカップ？めっちゃいいやん。多分お土産とかで売りよんやろうね。これは従業員用なんかな。はい、それじゃあちょっと左の部屋へ。一応ね、この慌ただしい日常から解放されてたっぷりとくつろいでほしいってことで、部屋はね、2種類から、選べるらしい。2種類から。一応シングルルームとツインルームがあって、ここはツインルームということやね。ふんふんふん。やっぱり壁とかもピンクな感じなのね。ほら、飾ってある花とか、家具も。いいね。そして窓際で夕日を眺めながら、アロマで癒されると。めっちゃいいやん。これアロマやっけ？加湿器やった気もする。なんか加湿器だかアロマなんだか、結構いろいろとわからんくなったようなし。そして結構なデカさのテレビ。まあ、これぐらいはいるか。はい、それじゃあ。一応ね、ツインルームの方はね、白とラタンを基調としたお部屋らしいよ。そして、じゃあちょっと、多分こっちがシングルルームってことやねん。はい、で、こっちがシングルルーム。さっきの方よりちょっとパリッとした感じ。なんかちょっと、できる大人が住んでそうな。住む？まあなんか過ごしてそうな感じ。シングルルームの方は黒をポイント使いした部屋で、男性のお客様でもご利用しやすいブルックリンスタイルらしい。ブルックリンスタイルというのがちょっと私、ね、そういうね、おしゃれ用語がちょっといまいちよくわからなくって、うん、きっとなんか素敵なこと。ね、これってなんなん？なんか電気が発生するやつ？やんね。なんだなんだ？なんだなんだ？いや、なんか向こうとはちょっと違った感じの雰囲気ね。かっこいい感じ。めっちゃ鍵かけてあるやん。大丈夫これ。何鍵？何鍵？まあ、ツインルームの方は一応カップルご夫婦だけじゃなくって、女子旅にも OK ということで。女子旅とかめっちゃ楽しそうやん。行ってみたい。はい、そして、奥かわいい。めっちゃかわいいし、超くつろいどる感じじゃないこれ。ね、ここでなんかゴロゴロしながらスイッチをやるという。あれはなんだ？一応なんか、おーびっくりした。観光案内みたいな感じなんかな。あ、すごい、時計オリジナル。え、かわいい、おしゃれ、普通に。てかね、最近ね、ダイソーでさ、あの壁掛け時計売り売りやん。めっちゃおしゃれなんよね。普通に欲しいと思った。あ、見て見て、従業員用の制服。従業員さんめちゃくちゃくつろげるやんね、ここ。やば。超いいやんね。
そして、おっと、2階へ。ああ、いいね。いいっすね。2階ではビュッフェが楽しめるという。おお、すごい、なんか、絵画に囲まれて。え、てか壁とかもやばいね。はあ、お金持ちが止まるんだろうな、きっと。ね、きっと、ほら、優雅にピアノの演奏を聴きながら、綺麗な絵を眺めて。あ、一応ここで調理をしてくれるのね。うん、うん、うん。これはもしかして、予約とか対応する用の電話かな？きっと、いつも満員なんだろう。はい、そして、地下へ。はい、地下はお風呂。おしゃれ。ちょっとほの暗い感じも良きだね。大人な雰囲気。でもなんかちょっと、まあ、こういうのは友達とワイワイ入ったらきっと楽しいんや。友達とお風呂とか修学旅行ぐらいでしかないけど。あの、普通に個人的にとかはないけど。これ一人で入るの多分私怖いと思うよね。私はね。あの、私はだけども。あ、ここでアロマの匂い嗅ぎながら涼むんかな。出た後で。これはバスタオルを巻いてということでいいのかな。まあね、すっぱだから寝転がられても困るか。はい、お邪魔しましたー。はい、そして、あ、これ何？かわいい。ホテルのマスコットキャラクターみたいな感じなんかな。あ、そして、ホテルに併設されている、プールー。うわぁ、めっちゃリゾートって感じだわ。あ、でもなんか周りがヤシの木とかじゃなくって竹っていうのもいいね。なんかめっちゃ普通に見よったけど。まあ、手前にはちゃんとヤシの木あるんやけどね。こっちはこっちで海で楽しむと。のんびりとした時間を過ごす。なんかあれやな、ピンクピンクした島やけんさ、自分もピンクピンクしていったらちょっとうるさいかなと思ったけど、そんなことない。結構なんかしっくりきてない？きてないかもしれんけど。私的には結構しっくりきとるよ。うん。はい、そして、なんかところどころに化石とかいろいろ置かれてあるんよね。ここは座っていろいろと、ぼーっと考え事をしたりとかかな。いいね、なんか、自然が溢れている。はい、そしてこっち側に、ここはなんか、植物を売ってるんかな？あ、一応カフェ？あ、すごい、なんか、こういうのをテーブルにするのもすごい、おしゃれやね。あえての？なんかちょっと無機質、自然な感じ。よっき。びっくりしたー。え、こんな、めっちゃいいやん。海辺で、寝っ転がりながら、映画を見よるってことなんかな、これは。ね、なんかこう映写機とか置いとるし。あれは映写機ですよね。これ何？普通に植物？かな。生えかけみたいな感じ？家具かなと思ったけど多分違うよね。あ、マリンスーツとかもちゃんと置かれてあるよ。ここから、あ、飛び込み台みたいな感じになったんやね。2段とかなっとっても普通に飛べるんや、ここから。へぇー。うお。うお、阻まれる。そしてこっちはアイス屋さん。きっとさっきまでビーチボールで遊んでいたのね。ん？なんか誰か今。あ、見て、こっち、シャワーとかもついてる。あ、プール。え、これ用の？このちっちゃいなんか、これ用の施設なのだろうか。このシャワーたちは。ちょっと待って、さっき人が走り寄ったのがめちゃくちゃ気になった。ちょ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 。お、なんか、ピンクって感じの人やね。どうも。イエー。イエー。あ、これ。なるほど、サーファーなんかだ。めっちゃ焦げとるやん。肌。超焦げとるやん、肌。これ貸し出ししてくれるんかな、サーフボード。サーフィンとかやったことないけど、かっこいいよね。あ、いきなりの和。めっちゃいい。超和やん、超和。いいね、いいね。これ何柄？一丁？のような気もするし、違うような気もする。
お、生きのいいカニが入ってらっしゃる。あ、そして奥には、まあ、ちょっとしたバーが。ほうほうほう。私、こういうのはカウンターじゃなくって普通にボックス席に座りたい。まあ、レストランとかでもそうなんやけどね。あ、そしてこっちは、大人の遊びね。ビリヤードとか、サッカーのやつとか。サッカーのやつってあれ、なんて言うん？なんて言うん？で、ここで、DJ が。あ、ここはあれか、ダンスフロアってことや。え、めっちゃいいやん。超いいやん。あのさ、なんか師匠のダンスみたいな、あれあったやん、仕草。あれがあればよかったのに、っていうか、師匠は出てこないんすかね。この集まりの中に師匠は出てこないんすかね。消えたの？もう。だって住人が、ね、仕草教えてくれるっていうもう、師匠の存在意義。まあ、その面白い話があるっていうのはあれやけど。ね、それも込みでのやつかもしれんけど、ちょっと待って。はしご使って登ろ、ここ。てって。え、登れた。登れたけど、こっち行けん。あ、飛べた。なるほど、なるほど。ここはテーマパーク。イエーイ。あ、あれやん。USJ の任天堂エリア。え、もうできたんやっけ？来週じゃないわ。来春やっけ？まだか。こんな感じ。なんか入ってすぐんとこめっちゃゲームとかあるね。まあ、確かにディズニーとかでもそっか。入ってすぐんとこって、なんかお店とかいろいろあって、ゲームセンターみたいなのもあったっけ？あったような気もなかったような気もする。お！プール？これ。あ、めっちゃいい。なるほど、なるほど。あのちっちゃいプールだけかと思ったけど、そんなことはないんよね。あ、まあ、確かにあのホテルの横にもね、ちゃんとプールはあったけど。え、お酒まで浮かべとるやん。何、夫な。超夫な。いいっすね、そういうの。ん？何あれ？あんなところに席が。あ、そしてここで、ビーチサイド。ビーチ？プールサイド。プールサイドで楽しむカクテルみたいな感じ。え、これなんかめっちゃいいね。いいっすねー。ね、そこの席がめちゃくちゃ気になるんやけど、ちょっと待って、こっちも上がれる？もしかして。上がれない。上がれない。え、でもここ上がれるくない？ほっ。もしかして。うん。持ってなかったわ、はしご。ただ単に崖にぶつかって生きよっただけっていうね。はい、そしてここ。じゃーん。花畑。あ、こんなところに作業台が。なるほど、なるほど。まあね。実際作業してそうやもんね。で、ここで水を汲んで、バケツでバッシャーな感じなんかな。あ、でもあれか、僕物とかそんな感じやっけ？わからんけど。多分、きっと、こんな感じ。この果物は一体、作業中休憩したい時とかに、あれで飲むってことか。いいっすね。おしゃれっすね。で、こっちに登ったら、なんかここに席が、え？これは一体何なの？あ、もしかしてなんかこういうスプラッシュマウンテン的な？あ、そういうことか。え、そういうことじゃない？違うかな？あの、ディズニーとかにあるスプラッシュマウン的なやつやん。スプラッシュマウンテン的なやつじゃない？滝とかから、ゴーって落ちるジェットコースター？なるほど、そういうことか。勝手に自分で決めつけて納得したけど。そういうことじゃない、きっと。ね、ここテーマパークやし。良き。超良きやん。私、スプラッシュマウンテン大好きなんよね。ただ、濡れたくはないけど。誰か、なんか、犠牲になってくれる方が前にいれば。やっぱ、濡れてもいいんやけどね。濡れたくはないかなー、みたいな感じではあるけど。そして、一応ね、この琥珀島はかつて無人島。今はリゾート地やけど、かつて無人島やったらしく、広大な自然もこんなにいっぱい残っとると。普段なかなか目にすることのない自然の息吹を感じながら、島に眠るいくつかの遺跡をたどると、この島のもう少し深い部分まで見えてくるかも。いいね、そういう。なんか、ロマンじゃない？めっちゃ。いや、女の子にもそういうロマンがあるかどうかはちょっとわからんけど。いや、でも私もロマンと思うよ、そういうのは。なんか夢があるやん。いいやん。現実的だけじゃなくてね。
さ、そして、こ、て、あ、こっちってさっき行かんかったっけ？あ、こっちの奥に行ってないんやね。多分こっちは渡ってきて、こっちに行ってないんや。ちょっとした広場に出てきたよ。なんて書いてあるのこれ。む、むこ？むこむこでいいんかな。ちょっとよくわからんけど。どういうこと？なんか、外国語ってこと？英語とかでもなく。なんか、不思議な言葉か何かなんかな。むこ、むこって書いてる。不思議な響き。お、これは一体何の観察を？ここから星を見上げようかな。お、あんなところにカミツキガメがいるぞ。カミツキガメがいるぞ。ここは飛んではいけぬ。こっち側は？ん？あ、あそこがチャペルか。結構近かったんやね。すぐ隣やったんや、ここ。ふえー。はい、そして、ん？こっちにもほら、看板が。これは？これだね。島に眠るいくつかの遺跡。その一つ。多分。あ、なんかはしご置かれてあるよ。あ、見て、こっちなんか、ほら、誰かがいるようだ。なんか、ただただ寝るだけ、みたいな感じやね。でもなんか奥にいろいろ物が置いてあった。考古学者の人とかが来たのかな。ほら、奥になんかいろいろと、いろんな文献が置かれてあったりとか、靴はなぜここで脱いでいるんだろう。泳ぎに出たんかな。もしかして。あ、ほら、服干しとるし。ん？なんか絵を描いてるの？画家さん？絵を描きに来たんかな、ここに。なんかこんな奥まったところに。え？見てあれ。ほら。ちょ、降りないで。降りないでください。ちょ。ほら。周りめっちゃ白い花がいっぱいあってさ、この白い花に囲まれた、あの一番下に、お墓が一つだけポツンとあるんやけど、あれは一体誰のお墓なのだろうか。もうなんかすごい幻想的。超幻想的じゃないこの感じ。ねえ。よき。よき、よき。ちょっと待って。戻して。戻してください。ちょ、待って。どうやって行くんだ、これ。戻れなくなった。こうか？違う。こうか。にゃー、戻れない！違う方向から戻る、道を。え？あ、ここは滝やけんダメってことか。どうやって戻っていけばいいのかがわからなくなってきたぞ。ここから、降りられるか。ふう、よかった。え、降りれ。ない。こっち。ここから。ああ、降りられた。ふん。もうダメかと思った。ふ挟まったかと思った、ここで。ふう。危ない、危ない。でも、こんな奥の方で。なんなんやろうね。不思議な空間やった。誰のお墓なんだろうか。誰かが祀られとんかな。そしてここはなんか、作業場チックな感じ。あ、こんなところに、キャンプ場、いいっすね。上の方にあるんよね、結構。こんな音楽あるんや。ね、こんな音楽あるんやね。ほう。なんでこんなところに、キャンプファイヤーがあるんすか？こんなところでキャンプファイヤーしよんか。なんか上めっちゃ、これはここから上がって、あ、いや、柵があるな。もっと上に行けるところがあるんかな。ん？どこから入るんだい？あれは。この辺から上がればいい？ん？上がれない。ん？上がれないな。あっちの方向からなんか行けそうな感じかな。ちょいと待ってね。え？いけない。戻される。
ちょっと、サントス、泣いていただきたい。あ、飛んだ。こんなところに。ちょっと待って、戻して。そっちに行きたいの、私。あ！すげえ力で向こうまで吹っ飛ばされる。あ、で、こっちに、お？いや、違うな。関係なかった。あの先はなんか、まあ、不思議なお墓があるという。あれ？その上行けんかったね、結局。あ、ここは行けないスペースなんだろうか。それともこっちの奥からやっていけるとか、そういう。なんか同じところをぐるぐるする感じになりそうな気がする。いけねえ。なんか全然違うとこ来たもん、もう。ほら、また。まあなんか、あっこの上には花畑、お花畑が多分広がっとる感じだったんかな？カラフルな感じの。いろんな花があった。ね、ピンクだけじゃなく。これで全部回れたんかな？マップ。じゃーん。多分回ったのではないだろうか。と、思う。大丈夫、大丈夫、きっと。なんかすごいね。すごいなんか、なんていうん？てん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 ってなっとるのめっちゃすごくない？なんか超すごくない？くねくね道とかそういう感じなんかな？すごいなんか、面白い地形。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。めっちゃピンクピンクでね、この夕暮れ時っていうのもめっちゃいいよね。すごいピンクが映える感じがする。